はい、すいません。ですね、尾藤陽子選手と小波選手がですね、7月6日から9日までフランスのパリで行われますジャパンエキスポに出場します、ということになりました。これ4日間のイベントでして、ここで、2人がプロレスの試合を披露するみたいな感じですね、はい、ちょっと2人来てもらえますか。はい、この度7月6日から9日まで、私伊藤陽子と小波で、フランス遠征が決まりました。試合内容などまだ決まってないんですけれども、私はフランスに行くのが初なのですごい楽しみに思っています。小波ちゃんと一緒に行けるのもすごい楽しみなので、ね、頑張りたいと思います。はい、私は初海外でフランスに行くんですけども、尾藤さんと2人で海外で試合ができるのをすごい楽しみにしてます。頑張って、フランスに行ってまたさらに強くなって帰ってきたいと思います。はい、コールテンテイクはロアカとハナなんですけども、まあ、2人は自分より年下だし、キャリアも自分より浅いので、まあ、勝つ自信しかないですね。オープニングマッチ勝利で飾りたいと思います。はい、この度後楽園ホール大会でデビューさせていただきます渋沢式です。1年間私は練習生としてデビューを目指して頑張ってきました。27歳と人より少し遅いデビューになったんですけれども、昔から憧れていた女子プロレスラーになれて嬉しい気持ちと、今は、緊張もしています。当日はたくさんの方に見届けていただけたら嬉しいと思いますので、ぜひ応援よろしくお願いします。女アラブ社、トーラナスコです。今回渋沢式がデビュー戦ということで、彼女は、まあ、見ての通り可愛いので多分人気も出ると思います。でスターダムで新メンバーが増えることはとても喜ばしいことだとも思います。ですけども、まあ、ここできっちりプロの洗礼を受けていただきたいと思ってます。式とはまあずっと練習も一緒にしていて、辛いことも一緒に楽しいことも経験してきた仲なので、式のすべてを受け止めて最後は自分が勝ちます。不屈のシャウト、二村ひろみです。今回、6人タッグということでちょっとお相手の選手が、未知の外国人選手ということで、まあ、私はギャビーとも対戦したことがないので本当に未知なんですけれども、自分と小波選手とスタイライトキッド、本当に3人ともあのファイトスタイルの違う選手だと思うので、しっかり、順応してきっちりこちらのペースに持ってきて勝ちたいと思います。はい、私もギャビー以外とは戦ったことがないのでどんな試合になるか全然分かんないですけども、私たちの方が信頼関係ができていると思うので力を合わせて外国人選手に勝ちたいと思います。Oh, okay. So I'm not exactly sure what was said. I did hear my name a couple times, which is good. It's always good when people are talking about you, unless they were saying something bad. Either way, my two teammates are not here yet, but they will be here, and they're both very good. I know that for a fact. I've watched them, I've studied them, and I'm really excited to bring them in and you know, beat our opponents at Crockin Hall. It will be my second match at Crockin Hall, and I am unbelievably excited regardless of, you know, whatever happens. And honestly, I had my sights set on Konami after that vicious roundhouse kick I took my first match here. So hopefully we will be able to get in there together. Thanks. まあ、映像とか見て勉強をしたりして、その日を迎えたいと思います。そして、彼女たちを、リングの私と一緒に、私がいるリングの中に迎え入れたいと思います。で、私にとって今度は2度目の後楽園なんですけども、何が起こるのか今からすごく、ワクワクしています。で、小波選手とは以前、当たったことがあると思うんですが、
キックがすごい印象的で、それが最初に戦った時の私の印象です。So I understand that、Chris is not here. She's probably eating some yakiniku somewhere.、I'm very excited for this match. As you all know, I've tried and I've challenged、last year for the high speed and for the SWA title without success. And then I went back home and I trained and I worked very hard. So I worked very hard for this moment. Me versus Chris, the high speed championship. This is the summum. This is the reason I'm here. And I will do everything to make Stardom, the Stardom fans, and Japan very proud. I will be the perfect high speed champion. If anybody has some questions. ここにクリス選手がいないということを私は理解しています。多分彼女はどこかで焼肉でも食べてるんでしょうね。で今度、去年、私が来日したときに、SWA 王座とか挑戦して、取れなかったんですけれども、その後帰国してから、自分は一生懸命トレーニングに励んだし、いろんなところで試合をして、去年よりも確実に良くなってます。で、ハイスピードチャンピオンのクリス選手、私が挑戦する理由というのは、それだけの理由があるんです。で、今度の試合では全て私の持っている全てを出して、スターダムでありスターダムのファンであり、そういった人たちに、誇りに思ってもらえるような試合をしたいと思います。で、私こそ、パーフェクトに、ハイスピードにふさわしい選手だと思っています。何か質問があればお受けしますよ。What do you think is the difference between yourself last year and this year compared with especially? The difference between last year and this year. Last year was my first time. I was learning how Japan was, how Japanese pro wrestling is so much different from European wrestling, American wrestling. It's so much harder. So I had to harden myself in order to rise to the level of the competitors from Stardom. And that's what I did. So I went back home and I hit the gym every day and I hit acrobatics gymnastics every day and trampoline and in order to become the best high-speed wrestler in Stardom. That's the only thing I have in mind right now.したんですけども、昨年の来日と今年の違いについて教えてくださいという質問をしたんですが、昨年は自分にとって初来日であって、いろいろ日本について学ぶ時間だったと思います。で、ヨーロッパのプロレス、アメリカのプロレスと、日本のプロレスは違って、より当たりが強いというプロレスだということが、分かりました。で、その試合を、うまくこなせるように自分は、いろいろ学んできました。で、それが終わってから、自分は国に帰って、毎日ジムに通って練習したし、その今までの練習以外にもアクロバチックなトレーニングにも励みました。トランポリンを取り入れたり、そういったいろいろ工夫をしてきました。それはすべてハイスピードのチャンピオンになるという、そのための準備でした。以上です。How do you feel that you worked hard and trained so hard, but the champion didn't even bother to show up?Actually, I feel a little bit offended because I left a very clear message to Kagetsu, the leader of Oedo Tai. I feel that Chris, even though she's a great performer, a great athlete, and a great champion, she should have had the guts to show her face here at this press conference, to face me, you know, to tell the fans,What she's going to do, how she's going to keep the title. She's not here to say it. She's not here to defend herself. So, a little bit offended, yeah. But it doesn't bother me that much. クリス選手、ここにいないけれども、す
すごく素晴らしいパフォーマーであり、素晴らしいチャンピオンだとは思うけれども、まあ、結局ここに来るガッツというものは持ってないんでしょうと。で、私と顔を合わせる勇気はないんでしょう。で、私は聞きたいんだけども、どうやって彼女はタイトルを今まで守ってきたのか、それについて疑問を感じています。でもいないことには、ここにいないということはもう関係ないですね。私は私でやります。以上です。ありがとうございました。せっかく今日時間通りに来てやったのに。いいよ、話そこにちょ。かぶんないよ、取ってよ。あ、ベルト忘れちゃった。持ってきた？いや、ちょっと暑いし、めんどくさかった。確かに、重いもんね。重いし。忘れちゃった。マジクでかっこ。どこのマじゃんじゃん投げてぐるぐる回せ、どんなアイテムなぎ倒す、密林パワー全開、ジャングルってる女ジャンキョウです。ちゃんと聞いとけよ。先日、新木場大会で、まあ、葉月と試合をしたんですけども、まあ、そこで、まあ、チームジャングルってるのメンバーが、まあ、忙しいからっていう理由でただ葉月と組みたかったわけではなかった、うん、自分は誰でもよかったわけではなく、やっぱ葉月と組みたかった理由がちゃんとあります。それはやっぱり大舞台を倒したいっていう気持ちです。これは絶対に葉月も自分も誰にも負けない、その気持ちの強さがあると思っています。ここで勝ってベルトを巻いたら本意でも不本意でもなくチームジャングルってるに葉月を勧誘したいと思いますけども、どうでしょう。まあ今日だと組んだのは大江戸隊を倒したいっていう気持ちだけで、一回だけ組んでやるだけ。葉月はジャングルってもないし頭も狂ってない、やけん変な期待してほしくない。葉月は葉月のプロレスで大江戸隊を倒すだけ。勝ってもジャングルってるチームには絶対入らん。喋っていい？じゃあ喋るね。あのさ、お前ら大江戸隊倒す倒すって言ってるけど、なんか秘策とかさ、そんなんなんかあんの？なんかたださ、今までみたいにビービーギャーギャーやってるだけでうちら倒せねえぜ。分かってると思うけど、クイーンズクエストとチームジャングルってるがいくら手を合わせたところでうちらには勝てないよね。あとよ、お前らさ、うちらみたいにキレッキレのダンスできんのかよ。あ？ねえ、うちらみたいにキレッキレのダンスができないとスターダムの中心には立てない。あ？なんだよその顔は。あ、悔しいのか？悔しいんだったら今ここで踊ってみろよ。おい、踊ってみろよなあ。はいはいはい。確かに秘策とかは
ないよ。だって仲良くないもん。だけど気持ちでは負けないっていうところを今見せてやるよ。見とけよ。大丈夫かしら、ジャングル京奈さん、ちょっと暑さにやられちゃったかもしれないですね。まあでも、あんなちょっと全然噛み合ってない、やばいね、2人に負ける気しないので、まあ、あの2人は次の後楽園でケチョンケチョンにして、浮き輪にして海に連れてっちゃいましょう。まあせいぜい浮き輪にされたくなかったら頑張ってくださいということで、私はもうちょっと暑すぎて無理。帰ろう、もう暑い。ありがとうございました。はい、このサインが終わりました。お願いします。はい、尾藤陽子です。先日の新木場大会見ていただけた通り、私には一撃必殺の蹴りがあります。その蹴りで岩谷真由を倒して、その赤いベルトを私の腰に絶対巻きたいと思います。そして今ほうちゃんがいないですし、ちょっと伊代さんも欠場中で、1期生がどのような戦いをできるのか、やっぱ私たちにしかできない戦い、そして新たなスターダムを見せたいと思います。第8代ワールドオブスターダムチャンピオンの岩谷真由です。今回赤いベルトの防衛戦が決まったんですけど、自分は白いベルトと赤いベルトの2冠王で、まあ意識的にもだいぶ変わりましたし、これから必ずこの2本のベルトを自分が守って引っ張っていかなきゃいけないなっていう覚悟はもうできているので、必ずこのベルトは守ります。まあ、でも尾藤陽子のハイキック、キックは本当に怖いし危ないし、一発でも食らったら本当に手足がしびれて動けなくなるぐらいの威力なので、本当そこだけは気をつけていきたいなと思います。で、大阪で5スターグランプリをやった時に、尾藤陽子とシングルで15分ドローだったんですよ。それが本当に悔しくて、本当に悔しい思いをしたので、必ず今回こそは自分が3カウントを取りたいと思います。まあ未完のエース対スターダムのアイコン、どちらがこれからスターダムを引っ張っていくのか、この試合で見せられればなと思います。よろしくお願いします。はい、2戦目デビューしてから2戦目で、キッドさんと組んでルアカちゃん、ハナンちゃんと戦うんですけれども、ずっと練習生になってからずっと一緒に練習してきた2人なので、キッドさんとでも一緒にタッグで勝てるように頑張って、はい、練習したいと思います。はい、チームジャングルテル女アラブシャートラナスコです。今日は、一緒にタッグを組むヨネさんがちょっと多忙で来れなかったんですけれども、まあ、自分たち息はバッチリ合っておりますので、当日まだ戦ったことがない相手ですが、自分たちがご機嫌にジャングルって勝ちたいと思います。
This will be my first time facing these two, and my second time with Zaya, so hopefully her and I will be able to be on the same page about what we are planning on doing, and I'm very excited to meet her. I have not met her yet. So this will be my you know, second tag team partner as I've been here, which is, it's really good to be working with all these different people from all over the world. And I'm looking forward to having a win for this match. Thank you. このカード自分にとって初めてになります。で、パートナーとも会ったことがないんで、まだどうなるか分かんないんですけども、すごい世界を股にかけたチームになれ、なるので、非常に今から楽しみにしています。何が楽しみかというと、試合に勝つのが楽しみです。不屈のシャウト、三村ひろみです。今回、安住とシングルマッチということで、まあ、やっぱり最近の安住は、かつてのキッズ枠から頭一個抜けて、もう自分にとってもすごく驚異的な相手です。スピード、まあ、体格もどんどん大きくなって、末恐ろしいところはあるんですけれども、ここではまだまだ私の方が上だということをしっかり見せつけたいと思います。はい、自分は三村ひろみからアーティストベルトの時に自分がスリーカード取ってるし、それに自分より身長がちっちゃいんですよね、チビ。それに自分より年上、おばさん、まあ、ここで若さを見せつけて勝ちたいと思います。じゃんじゃん投げてぐるぐる回せ、どんな相手も投げ倒す、密林パワー全開、ジャングルってどんな、ジャンキョウです。どうもジャングルキョウナです。大阪三大タイトルマッチの大トリを締めさせていただきます。葉月と三大シングルマッチ、大トリを締めさせていただきます。葉月と自分の、シングルの対決ということで、はい、まあ、1週間前に後楽園大会があって、まあ、そこで葉月と組んで、タッグのベルトをね取りに行くわけなんですけども、まあ、このシングルの対決の時にはお互いの腰にはタッグのベルトが巻いてあるはずだと思っています。そしてやっぱりここは、まあ、最大の、まあ、今目の前にいる最大のライバルとして自分の中では考えているので、先日のシンデレラトーナメント、あそこで、まあ、5分というね短い間ね決着がついてしまって自分が負けてしまったんですけど、まあ、そこでのすごく悔しい気持ちがあるので、まあ、その雪辱を晴らすためにもここでのシングルマッチは必ず勝って、そしてタッグのベルトも一緒に巻いてるということで、勝った暁には葉月にチームジャングルテルの一員になってもらいましょう。シンデレラトーナメントで1回戦で当たってバチバチに試合して、そこから、まあ、シングルでは当たることなくてもタッグだったり6人タッグ当たって2人がリングの中にいるときはすごいバチバチにやり合って、まあ、普段の生活の中でも仲は良くないし、まあ、またシングルマッチが組まれたってことは、まあ、ここでも葉月が勝つのは当たり前で、スターダムの未来を見せる試合をしたいと思います。はい、このカードを聞いたときびっくりしました。大向さんがまさか私たちの中に入ってくださるとは思いませんでしたね。びっくりしたんですけど、やっぱ試合楽しみにしてます。負ける気がしないです。絶対勝てると思います。はい、そうですね、久しぶりの大江戸隊でもやっぱり本当にコナタンが言った通り、私も負ける気がしないですね。この2人、蹴りを使う2人のタッグプラスそこに大向美智子さんがいらっしゃるということは、ね、もう格闘技3人娘ということで、全然大江戸隊なんて何じゃん、何じゃん、
目じゃないと思ってます。頑張ります。まずよ、1日2回もコメント出させんじゃねえよ本当に。なんていうん、別にどうでもいいけど、この6人タッグ。ただうちらが見せたいものは一つ、クリスがね後楽園で帰ってくるから、その時はちょっとね別々のタイトルマッチなんだけど、うちらが3人大阪でね揃うっていうことは、お前ら見たいもん分かってるよな。3人でキレッキレのダンスを踊りたいに決まってんじゃねえかよ。大阪のみんな、お前らそれだけ見に来い。もうあとはもうな、特になし。まあそうですね、プロレスは格闘技 100% じゃないんで、見せるものだと思ってるんで、まあ、 格闘技やりたければどうぞどうぞ。まあ見せるっていうところでは大江戸隊が全然上だと思うんで、はい、大阪楽しみです。4月に、とある、大会で、なんだっけ、お迎え美智子様の1日限定復帰で、対戦相手を務めさせていただきました。多分キンキンで一番新しい、なんだろう、キンキンで戦ったことあるのは自分くらいじゃないかな。まあ別にだからといって何の抵抗も思いもないけど、ただね、うちら仲いいからね、お迎え美智子様とうちら仲いいんですよ。花もね、系統的に考えると多分こっち側だと思う。確かにこっち側なんだよね。だからまあ、ちょっと強くなりすぎちゃう。そう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 、だからシャーなしでね、向こう行ってもらって、お前らなんか大丈夫、勘違いしない方がいいよ。人って心変わりするからね。本当ですね、信用しない方がいいかもしれない。まあまあ信用するならしてもいいけど、まあ楽しみにしてて。はい、第9代ワンダーオブスターダムチャンピオンの岩谷舞です。こうやって赤と白のベルトを持ったことで、本当にメインに立たさせていただくことが増えて、これからも多分メインが増えると思うんですけど、大阪でもメイン白いベルトをかけて戦うことが決まりました。でも相手がバイパーということで、本当に強敵中の強敵で、ちょっと不安な部分はありますが、必ずバイパーを投げれるか分かんないですけど投げれたらいいなと思います。あとはやっぱり体重差がすごいあるので、そこら辺をやっぱり対策を練っていかないと簡単に勝てる相手ではないので、きっちり対策を練っていきたいと思います。頑張ります。いや、100キロ超えないですね、多分。やっぱ自分がそんなに体格がいいわけでもないし、どっちかっていうとね、ガリガリって言われちゃうような体型してるので、あんまり重たい相手は投げたことないし、そんな普段ダンベルを持ったりとかもするタイプではないので、上がるかな、ちょっと分かんないですけど、まあ、逆に上がったとしてもね、逆にドーンって潰されちゃうかもしれないし、そこら辺はよくわかんないですけど、投げてみたいなとは思います。投げれればいいなと思います。